カーバンクルを探せ4日目の写真です。今回も4日目のカーバンクルをやるんですが、その前にフレンドさんを募集しようと思っております。フレンドの条件に関してはとりあえず4の4をクリアした人にします。4の5まで解放してる人、理由はやっぱりね、ある程度ね続けてる人、5の10クリアとか考えたんですけど、さすがにちょっとそれは難しい人もいるからね。これ4の5にしたのは、ここの4の5ってね、いきなり難しくなるんですよ。 4の5のところボス勝てない人もしかしたらいるかもしれない。4の4までだったら普通にね、なんかキャラとか育ててたらね、ちょっと勝てるのでね、ちょっと4の4にしました。私がちょっと遊んでみた感想で、4の4までは普通にやれたけど、4の5からちょっと敵が強いんですよ、この4の5の敵が。だからちょっと4の4までにします。でフレンドコードを入力して送れたら、私のこの動画のところにね、一言コメント名前を書いてくれれば OK です。このパンドランドの遊んでる名前ですね、フレンドを送りました、名前何々ですみたいな感じですね。であと私ね、フレンドさん1日前とか2日前になってたら消す時があるので、もし消されてもまた申請して遅れてまた名前書いてくれたらまた登録とかしたりするので、あまり気にしないでください。だから2日前とか1日前とかになったらね、消したりとかする時あります。逆も OK ですよ、私を消しても OK ですから、いつでも。本当にそれは各自自由なんでね、お互い。そんな感じで、で私ね、今はねコインばっかりやってますんで、これでもよかったら星5出してます。あ、でもイベントの時はイベントをやるかもしれませんけどね。だからまあ特定の何かじゃなくて、まあ自由にディグってますね。いや、著名いらねえよみたいな感じになったら本当にいつでも削除してもらって大丈夫なんでね。まあそんな感じですね。ね、まあ緩い感じでいいかなみたいな。ね、もうなんか自由に遊ぶみたいな感じ。お互い。それでもいいなっていう人は、まあフレンド送って送れたら一言コメント書いて、ね、送ってくれるとね、嬉しいですね。でも私もいきなり3日とか4日とかログインしなくなる時があるかもしれません。で、カーバンクルを探せなんですけど、私今ね、8月の19日の6時20分に撮影してます。ちょっと遅くなっちゃいましたけどね。私ね、実はですね、カーバンクルね、昨日までと思ってました。4日目ないと思っててね、4時に起きなかったんですよ。でも起きたらなんか始まっちゃったんで、あ、これはちょっと動画にしようかなと思って、それでカーバンクルを探せだけだったらあれだから、まあ、フレンドさん募集しようかなみたいな感じですね。まず右側と左側、これ両方リューロペ諸島じゃない？違うの？これこの辺とかさ、左の写真いや違うか、これでも角度的に絶対これが映るぐらいか。他の、あ、ここはちょっと待って、え、左の写真ここえ、違うよ、ちょっと待ってよ、確かめてないよ。いやでも左は絶対カリビギン海だよね。あ、でもこっちから撮ってたらこっちが映るはずだから違うね。左はカリビギン海って、左からちょっと見てみるか。なんか右側難しいぞ、この辺ちょっといろいろあるか。ちょっと実況一回止めて、ちょっといろいろちょっと探す。左から行くか、カリビギン、あ、ここか、カリビギン海。ちょっと自分の映っちゃったね、角っこのやつであるから。ここは砂浜と、これちょっとごめんなさいね、タップが、この辺は違うね。あ、ここは、ここもあるね。候補として。看板がでもある、こっちは。あと、看板があるのと、角度的になんか、こことここが邪魔してるよね。映るはず。絶対。あとはないかな。消去法ですよね。いや、でも、ここだって。たらこっちが映るはず。あ、でも角度が違うのか。どういう角度でやってんだろう、これ。面白いですよね、探す。あ、でも幽霊船もある、沈没船。あの左上の岩みたいなやつは何なんだろう。それも気になる。めっちゃアップでやって。難しくね、これ。すっごい。こっちで撮った場合は、
いや、こっちで撮った場合は絶対この建物とか緑のやつとかこの横が映るはずだから、ディグってみるディグってみるも分かるか、あんま使いたくないけどね。ちょっとやってみるか。左の写真は2択ですよ。どっちかだと思うんだよね。よーし、いけたって。クラゲちゃん、まあ6時だからちょっとはでっかい声出せるよ、あの昨日に比べたら。本当に昨日とか4時だからさ全然出せなかったけど、まあ、6時33分。でも暑くなりましたね本当。7時ぐらいからもう暑くなるよね。大量発生が見つ、あ、カーバンクルが見つけやすくなる、出ました。なんか出やすいのかね。だからこの場所ですね。私はまあお金集めたいからお金にしようかなどうだろう、うーん、お金の匂いいいですよね。大量発生もいいな。いでもここキングロブスター出ないのか。どうしよう、カーバンクル見つける、いやお金の匂いでいいやまあ、とりあえず1個目の左の写真はここということで。で、右側だよね、問題は。島が3つ?いや、これ、あ、だからこういうのがあるね。あの、右側の右にちょっと映ってるのは、こういうの。こういうなんか、端っこでちょこんと出てるやつが、これが目印だね。あと、上に砂浜がちょっと、右上が砂浜が映ってる。ここだったらもうないよね。だからこれは違うと。端っこ、砂浜あるよ。え、これじゃねえ。え、ここっぽいぞ。ここにさ、いや、違うか、でも。これだったら普通に、あの、普通に見えてる。離れすぎなのかな。ちょっとここも候補よ。すごく。お、ここも、ほら、ここ、なんて言うんだろう。ここも候補だよ。あの、左上のやつが、ここにあって、で右側あってみたいな、砂浜あるから、ここだな。2の2の左上のあたりもちょっと怪しいね。他あるか。まあディギュって出ればあれだけどね。他はこっちはない。こっちはここも砂浜みたいなのあるよね、普通に。ここがで左下はどういう写真になってんだろうね。角度が、あれ、ここもちょっと怪しいな。ここみたいな感じ。左下のやつがここ、左下のやつね。で右下のやつがここ、映ってるやつで、右上がこの砂浜がギリギリ映ってるみたいな。でこの角っこ、ここも候補だな、ね、え、こっちも候補だけど、ちょっと一個一個ディグっていくか。うわ、ちょっと同じやつ、候補が結構あるな。でもこっちだったら角度的におかしいな。ここの辺入り口がないとダメだもんな。ここ右のやつがあって、左下のやつ角度がおかしいんだよ。ここの辺にないとダメだから、ここから撮って、とりあえずここディグってみるか。ここちょっとコインに当てはまるギリギリで近くなったら大丈夫だろいつとなったらカーバングルじゃなくてコインの匂いにします。これギリギリ入ってるからコインが手に入るからね。一石二鳥よ。ここカーバングル出たら熱いぞ。一石二鳥でできるこのだから沈没船の近くでディグるのいいんですよ本当に。80枚ぐらいコインもらえるからね、これ。僕他もちょっと探すか。ああ今回なんか右側が難しい気がするな。楽しいですよね、こうやって。探すのが楽しいね。さあ、出るか。まあ、今回はコインが89枚だ、ここ。
コイン出やすいね。一発で出たよコイン、嬉しいな。まあ、コインお金大事、世の中はお金も大事よ本当。私ねお金貯めるの好きなんですよ、どのゲームも。気づいたらお金が貯まっていってる。右上ちょっと他のゲームでもさ、あのなかなかね装備とか売れなく、お金がねめちゃめちゃこれやめとくか、うん、だから一石二鳥みたいにギリギリ狙ってやるみたい。ここなんか違うっぽいな、こっちになるのかな。もう一個探すか。こっちとかは離れてるんだよね、3つないとダメだからね島が。あ、いやでも砂浜が当てはまってない。ちょこっと見える右上の砂浜がミソだよね。ここはここはちょっと砂浜が多すぎる。ここも違うね。ここでグッてみるか。だから写真で言えばここか、ここここここの辺だよね多分ね。2の4の右側のところ、こう左下のやつが多分だけど、ここがちょっとかぶってるからで、ここやってど真ん中の、でも離れすぎてね、ここぐらいなのか。やってみるか、ディグル。さあカーバンクルのために、私ちょっと今日のアップデート後のためにちょっとスタミナ取っときたいけど、まあ、ちょっと取るから取るか。よーしよしよしよし。でもこのね探すの楽しいんですよね本当に。今後もなんか他のキャラクターであると楽しいよね、場所が変わって。あと何て言うんだろう、始めたばかりの人もできるっていうのがいいですよね。なんかこの辺りの地域だったら、後半の地域だったらさ、まだできない人がいるかもしれないから、最初の2つのマップだと思うんだけどね。お、出た出た出た、カーバンクルが少しだけ見つけやすくなるみたいな感じですね。なんかこの辺だと思う。どうしようかな、キングロブスターの大量発生探しに行こうかな左、いやカーバンクルやっとく、ちょっと出すか。カーバンクルなんかね出やすくなった気がする。これどうなんだろうね、なんか一発で出てるよね。まあ2日目とか何回やっても出なかったからさ、ちょっとまあちょっとやってみるか。こう5555大丈夫かな、ちょっと計算してアップデート後はさ、あのカーバンクル、カーバンクルじゃないわ、できるようにしたいからね。キングロブスター頼むって。いけいけいけ、おお、ゲットできたぜ。万全にしたいな。マックスになってる。何時からだったっけ ?3 時ぐらいにはあれだから。だから8時ぐらいか。3時ぐらいだからね。7時ぐらいになったら、あ、だからあれか、スタミナもう貯めとかないとダメなんだ、私。今6時41分だから。どうしようかな、これにしようかも見つけやすくなる。これ多分最後までいくんじゃないの、大丈夫かな。あと2回で515つか。あ、スタミナ余裕あるね、大丈夫だ、いけるいける。そういえば最初のやつしか見せてなかったですもんね、カーバンクルのなんかアホの場所みたいな感じでしか。いけいけいけ、もう1回でなんかカーバンクルのやつが出てくれたのが嬉しいな。分かりやすいもんね場所とか ね、最初1回で出てくれるっていうのが、ね、ありがたいよね。こうやって道中もスタミナ使いますからね、出やすくなったのかな、すごくありがたいわ本当に、集める人に関しては。もうこれ少しかなり見つけやすくなる3だね。いいね。これね光タイプのカーバンクルもいましたからね。
まあ、今回水タイプのカーバンクルが狙ってる人はいいかもしれないね。なんか水が近いから。昨日とかだったら光タイプのカーバンクルが入手しやすかったと思いますよ、場所的に。だからその場所によって決める、頑張るみたいな感じで、今日やる人いるのかな、カーバンクル。さすがに今から私このカーバンクルの動画投稿してもなんか需要がない気がする。多分もうメンテ入ってる、もしくはなんていうんだろう、やっぱ月曜だからさ、やっぱしな、でも夏休みの人とかもおるのか。でも社会人の人は仕事してるから、でも月美容師の人とかは休みか、月曜日。どうなんだろうね。一体見つければいいやみたいな感じで、なるべく早くやっぱ起きてやっとけばよかったな、動画投稿。で、編集もね、結構かかるんですよね。30分とか。おお、出てきた。こんな感じですね。よかった、見せれたわ。今日入手もしていこう。色はゴールドか。これ、星4までしかまだ見たことないんだけど、私。星5だったらなんか、もっといいランクのやつが手に入ったりとかするんですかね。あ、でもいい感じにスタミナも使えたな。で、あとコインの匂いのやつと金塊の地図、ちょっと実況外でやっておきます。金塊の地、もうお金もめちゃめちゃ貯めましたからね。ちょっと新しい島でいろんなキャラとか入手してから、いいんじゃねえかな、みたいな感じかな。よし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 。皆さん、このファンドランド、気になった方、遊んだ動画とかでもどうなんだろうね、ミラティブとかって配信してる人いるのかな。あれってスマホのなんかゲームのサイトですよね。私ミラティブのアカウントがないからね、わかんないんだけど、どうなんだろうね。あとツイッチとかもやってないからさ、あどのパンドランド他にやってる人いるのかな。結構、いや面白いですよ皆さん、パンドランド。ぜひなんか気になった方は動画投稿や生放送とかやってみたらどうですか。入手できました。カーバンクル入手したら、ここで期間限定ミッションで500、あと5時間。ちょっと今ね6時47分になってます。まあそんな感じですね。いや楽しみですね本当。このオールナイトはちょっとメンテナンス後って書いてあるんですけど、これはね、確かだけど、今日の15時以降だったと思います。あら、15時ですね。ちょっと長引く可能性もあるかもしれませんけどね。じゃあ、またちょっと夕方か夜お会いしましょう。